K-36DM、K-36 は NPP、ズベズダによって開発された射出座席である。ミ i g -29 以降のソ連、ロシア製戦闘機に KM-1 射出座席に代わり装備されている。K-36 は速度0、高度0から出されてもパラシュートの開く、安全高度までパイロットを叩き飛ばせるいわゆる00、射出座席である。 K-36 は、パイロットが着用するタイジースーツや、ヘルメットもシステムの一部としているのが特徴で、それらを連動させることにより高い安全性を確保している。例としてはバイザーが上げられ、射出と連動して自動的に下がりパイロットの顔面を風圧から保護する機能を持つ。また、射出時にはダメージを受けないよう頭や手足が最適な位置へと固定され、 パラシュートの展開までも自動で行われる。両足の間には風圧防御板を装備しており、衝撃波を発生させることで風圧を抑制し、高度2万メートルでの射出、時速1300キロメートルでの射出、M2.5 での射出をサポートしている。過去の事故において低空かつ異常姿勢の状況から無事パイロットを生還させており、その性能から 冷戦後、アメリカ空、海軍がロシアと共同でテストを行っている。スマイナス27に搭載された、K-36DM 射出座席展示される、K-36D-5 射出座席情報源。ありがとうございます。